昨年度の年金運用はおよそ 2.4 兆円の黒字でした。公的年金を運用する GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人は昨年度の運用実績について2兆3795億円の黒字と発表しました。去年の10月から12月には世界的な株安の影響でおよそ15兆円の赤字となり、四半期ごとの損失額としては過去最大となりましたが、今年1月から3月は主に海外の株式市場が回復し、通期では持ち直しました。